ボス邸幕府は鬼族を脅威とみなし、鬼退治に武士を送り出す。激しい戦いの末、奉行府の武士は悪鬼を討伐。また、俺台本間違えたか。そのとにかく人間と鬼族のわだかまりは解け、共に暮らすようになった。おかしいな。芝居っつうのはこうやってエンジンだよ。やっぱり役者は俺ら新たき派じゃないと。素晴らしい演技でした。しかし天領奉行の者がもう来ていますね。奴らを止めろ。ん？え？